にちは、みほとけです。そしてはい、増田みなみです。イエーイ。みーたんです。はい、寒いです。寒いです。寒い？寒くはない。寒くない？よかった。夏に近づいてきたからね。そうね。今日のために何回リスケした？3月のちょっと寒めの時に約束して、そうだそうだ、1ヶ月後ぐらいにやろうねみたいになって、うん、雨で忘れてて寝坊して。ゆるいね。ゆるいね。あ、ちょうどいいし。ね、ほら涼しい。涼しい。今日何すんの？今日みーたんにやっていただくのはこれ、ヘリウムガス。普通このヘリウムガスを普通に吸って喋ったら声は変わっちゃうんですよ。でもみーたんなら1分間雑談をすればこれを吸っても絶対に可愛い声が出ると思う、ね、全然関係ないじゃん、雑談と声あるんだよなこれが本当。まあいいでしょう。ありがとうございます。すいません。ラジオ一緒にやってるし。どう、ラジオ一緒にやってるから。ではみーたんに喋っていただく言葉は日休さんの決め台詞、気にしない気にしない、ひと休みひと休みっていうのがあるんですけど、それをみーたんにまず萌え台詞で言ってもらおうかなと。気にしない気にしない、ひと休みひと休み。かわいい。覚えといて。じゃあ早速も1分間座禅してもらって、はい、たとえヘリウムガスを吸ったとしてもかわいい声で一休さんの名台詞を言うことができる。では早速参りましょう。はい、 OK です。それでは来てください。気にしない、ひと休み、ひと休み。すごくない？なんで変わんないの？すごい。なんで変わんないの？座禅の効果だよ。いや、嘘でしょ。本当に、え、すごい。だって怖いんだけど。座禅の力？うん。座禅してないでやるの、今ね。気にしない、気にしない。ひと休み、ひと休み。なんでこんなすごい。なんでこんな変わんの？すごい。いや、マジで、みーたんの1分間座禅、大成功。戸惑ってるね。怖い怖い、逆に怖い、逆に怖い。さあ、ちゅうことで終わりました。大成功みーたん、いかがです。座禅の力は素晴らしいと思いました。受けて。ちょっと座禅からね、時間が経った。時間経って力が薄まった今。気にしない気にしない、ひと休みひと休み。ひと休みすごいことが証明されたよね、今日からみなとけチャンネルで。みなとけ、まあまあいいでしょう。みなとけでーす。みなとけ。そんな感じでみーたんありがとう。ありがとうございます。これもらって帰っていいんですか？いいよ。結構記念にあげます。はい、みーたんのチャンネルの方にもみほとけが踊ってみたをやってるんで、ぜひ見てみてください。うん、ぜひ見てください。みほとけチャンネルもこれからもよろしく。チャンネル登録してね。してね。みーたんの方もしてね。してね。では以上、これにてナムみほとけでした。みなとけでした。変わった。